はい、動画6本目です。今、三国志の正史と演技の話をしていまして、演技、三国志演技の話を中心にしているところです。前回までの動画で、三国志演技は、実際の人物像を描くわけではないというふうに書いてありまして、じゃあ何を書いているのかという話です。で、それを知るためには、三国志演技の成立した後、作られた後にしばらく経ってから、付けられた序文、物語の最初に書かれている文章っていうのを、読んで、探ってみようというのが、この袴田先生の、今使っている教科書の本の、趣旨です。で、これをですね、羅漢中書いた人そのものが本人が書いたかどうかというのは分かりませんが、ほぼ表現していると言ってもそれほど間違いではないだろうというふうな判断のもとで紹介されているので、ここでも読んでいきたいと思います。はい、序文を表示してみました。この「三国志演義」という本についての、コメントです。はい、それによりますと、歴史というのは単に事実を記録するだけではなく、その是非を判断して評価を下すことを目的とする。そこには義が存在する。是非を判断する、つまり何が正しくて何が間違っているのかというのを判断して評価をするということが、歴史を記録する、目的であるというふうに書かれています。で、当然、正しいこと、間違っていること、是と非を判断するわけですから、その尺度になる義、何が正しいか、何が正しいかという、尺度が、存在するはずですと。で、歴史書というのは、その義を明らかにしていく、正しいことを明らかにしていくためですのものでありますが、どうしても文章が難解で、義というものが一般の人、読者には伝わらない、分かりづらいです。そこで、羅漢中、我らが羅漢中先生は陳寿の三国志をもとにして、三国志通俗演義を編纂しましたと。こう、通俗って入ってますが、今読んできている、三国志演義と同じものだと思ってもらって大丈夫です。で、この文章、三国志演義の文章というのは、難解すぎず、かつ俗すぎない、難しすぎてわけわからないということもありませんし、崩しすぎて、品格が損なわれているということもない。で、そして、事実を記録して義を明らかにするという歴史本来のあり方に近づいている。ですから、歴史というのはただ単に、事実を記録するだけではなくて、何が正しいかというのを示していくという役割があるにもかかわらず、陳寿の、三国志は分かりにくいから、読んだところで何が正しいのか、どんな教訓を読み取ったらいいのかというのが分からない、いわば、欠陥品とは書いてありませんが、目的を果たすことができないものであるということで、それを補うわけではないですけど、より本来歴史書が果たすべき役割というのを三国志演技が、代わりにやってあげましょう、より高いレベルで、達成してあげましょうと、そういう本だから、この三国志演技はいい本だから、買ってねっていう宣伝文かもしれませんが、少なくともこういった是非を示すということが、歴史書、当然ここで言うその三国志演義もその歴史に関する書物に含まれて、それに期待されているから、それを宣伝する、それにプラスの価値を置いて、それができる本だよということがアピールになるっていう、作り手、書き手と読み手のコミュニケーションが成り立っているというふうに見ることができます。はい、ページ変わりまして、袴田先生による要約です。ここに述べられている三国志演義が作られた理由は2個ある。で、1つ目が、歴史の事実を平易な文章でまとめる。つまり読みやすく、事実を、紹介する、まとめていく。で、丸 2、 歴史の義を、分かりやすく読者に伝える。
何が正しいのかということを読者にやはり分かりやすく伝えるというのが三国志演義のできること、役割、効能ですというふうに言っています。で、この義って言葉が出てきて、いろんな意味があって難しいっていうふうなことなんですけど、ここで言う義はですね、あるべき歴史解釈とか、歴史の事実から汲み取るべき正しい意義や教訓です。だからこんなことがありました、こんなことがありましたって言いっぱなしにしておくのではなくて、こういう出来事に対してはこうやって解釈しなさいとか、この解釈に基づいてこういう教訓を引き出しなさいとか、よく歴史に学ぶっていう、今そういう態度があるのは現代日本でも見えることで、安易に簡単に紐づけてはいけないわけなんですが、ここで述べられているのは何が正しいのかを示して、でそこから教訓を読み取っていくっていうことに最適な書物として三国志演義がありますよっていうことが紹介されていると。はい、スライド変えました。ここで述べられていることをもうちょっとね、なぞっていきます。三国志演義の序文が言っていますように、中国の伝統的な歴史学においては、万人全員が、承認されうる客観的な歴史事実、つまり、史実と、私たちが呼んでいるものを記録することは必ずしも、目的の第一ではない。つまり3世紀頃にどんな出来事が実際に起こったのかということはもちろん含まれている、やることではあるんですが、それを明らかにすることで歴史書を書いた意味があるというところではない、だけではない、終わらない、止まらないということなんだそうです。で、それ以上に重要なことというのは、理念的にあるべき歴史の像を表現すること、倫理的に正しい教訓や理念を学ぶことにあった。すごい、これはですね、具体例を入れながら見ていかないといけないんですけど、例えばこの時に曹操が取った行動はこうでしたと。それは、はい、曹操がこれをしたっていうことを伝えて、本当にこれをしたんだっていうことを伝えることが目的の第一ではなくて、じゃあその曹操がやったことというのは正しいのか間違っているのか、どんなことが学べるのか、もしくは学んではいけないというか反面教師にすべきことなのかっていうことを示していくっていうところまでいく。教訓だけ書いているとですね、どんな意味かよくわからないので、その前段として、こんな出来事があったとかこんな発言があったっていうふうに記録は書かれるんですが、それはあくまで、そうした分析というか論評の材料でしかなくて、行き着きたいところ目的地としては、理念や教訓を学ぶ示すということが歴史を扱うことの意味でしたということが三国志演義の序文に書かれています。ですから、記録の客観性を尊ぶ近代の歴史学とは全く異なる。はい、なので三国志演義には虚構が書かれているということは袴田先生も否定していない。ただそれはもともと三国志演義が正しいこと、事実、史実、実際に起こった出来事を書こうとして間違えてうっかりとフィクションが混ざってしまったとかいうわけでもないし、文学作品、面白おかしい話を作ろうという目的があるから、本当であろうが嘘であろうがなりふり構わず面白ければ吸収したというわけでもない。三国志演義なりに、歴史、中国における歴史学というものを、達成しようとして書かれている本であるということです。さっき袴田先生が予防線を張っていたように、羅漢中がこれを思って三国志演義を書いたかは正直不明です。だけど三国志演義に、こういった序文、紹介文がくっついて出版されていて、それが流行った、売れた、流通したということは、
ちぐはぐなバカバカしいことが書いてあるわけじゃなくて、確かに中身を読んだらなるほどそうだなと、そういう目的で書かれた本だし、そういう効果があるなっていうふうに思われたから、こんなふうに今日に伝わっているこの序文も含めてっていうことになります。だから本当にこれはこうですっていうふうにいちいち断言していくわけではなくて、限られた文章とかから嘘にならない範囲でそれぞれ間を埋めていって、こういうことが言えるんじゃないのかなっていう推論、推論推理するプロセスっていうのを、している本で、それを私たちは今追いかけているといったことになります。ここまで読むと、正直私たちは三国志演義の印象と違うことを言われているから、なんか同意ができないというか、気持ちが受け付けないのような気がするんですよね。ただですね、スライドを見ていただきますと、三国志演義、演技って言ってますけど、これってなんか言葉ですから意味があるはずで、ここそうするとですね、漢文なのでひっくり返してと言いますか、動詞目的語のようにして読むと、演技っていうのは、義を演するというふうに読むことができて、義っていうのがさっき言ったように教訓とか理念であれば、理念とか教訓を演するのが目的の本。ただ演するってなんだっていう話です。でそれはですね、押し広めて明らかにする、伸ばして分かるように、平易に書くって言ってましたけど、分かるようにしっかりと説明していくっていうことです。ですから三国志演義というのは、三国志について教訓や理念を明らかにしていく本ですよっていうことです。なのでこの三国志演義というのが、タイトルからして、そもそも何が正しいのかっていう価値判断を示していく本ですよって言っていて、でこれは三国志演義だけが特別な教訓の本として異端児というか、中国の歴史の中における歴史の取り扱い、話がごちゃごちゃしてますが、中国人が今まで歴史とどうやって付き合ってきたかっていう歴史の中では、歴史言い過ぎですけど、彼らにおけるその歴史の取り扱いの中では珍しいことではなくて、むしろたくさんの人が通常にやってきたことを三国志演義もやっているっていうものです。でじゃあこの義ってなんだ、三国志演義が示した義はなんだっていうのが次の話になってきます。でそれについては、朱子学ですという話でして、これはまた別の話なので次回以降触れていきたいと思います。